おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、昨日から始まりました新企画、じゃん、転職すると給料下がる説。はい、こちらのね、2本目の動画をね、今日撮っていこうと思います。昨日の動画はですね、まだねご覧になられてない方、概要欄にねリンク貼っておきます。見てもらった方が話がね理解しやすいと思うんでね、まだ見てない方よかったらぜひねご覧ください。はい、というわけでね、今日の動画では前職店長時代の月収公開していこうと思います。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。はい、じゃあね、出しましょう。ポンと。これね、2019年5月ですね。これね、僕最後の1年は店長やってたんですよ。この後はもう有給消化とかに入っちゃったんで、多分この給料ぐらいが一番辞める直近で店長としてもらってた給料ですね。店長の中でもまあレベル 1,2,3 みたいな感じで3段階ある中の僕3番目やったんで、まあ、一番一応いい給料もらってた感じなんですけど、真ん中のとこですね、総支給 352,622 円と、で控除額合計 74,364 円、手取りで 278,258 円だったというとこですね。で、総支給の中これ入っていくと内訳がこんな感じになってまして、まあ、細かくいろいろこう手当がバーッとついてますけども、で、僕は今回のこの転職ですね、まあ、今回に限らないけども、転職するとこの前職この会社の給料が8掛けぐらいになるっていうのはね、もう覚悟してたんですよ、もともと。なので、総支給がまあ35万とね、ざっくりして、家族手当が4万ついてる。で、今僕独身になっちゃったんで、今後、勤めるとね、これは対象外になっちゃうんで、31万だったと給料仮定した、そっからの 80%。なので25万までは、総支給25万まで落ちるのは覚悟の上ですというところが、どうなるかっていうのを検証していこうと思いますと。あとちょっと特殊なところで言うと、持ち株会社負担1250円っていうのが入ってます。これ次出しますけども、会社の株をずっとね買ってました。でそれに対して会社がちょっと付与してくれるという感じですね。その下が残業時間ですね、残業代ですね。で店長は実績ベースなので、みなし残業じゃないので、やったらやった分だけってところで、残業しなかったらここの額は減ると。で残業時間とか平均的な残業についてこの後また数字出しますんでね、見ていきましょう。で続いて控除額の中身見ていきましょう。ポンと真ん中の2つのところですね、持ち株やってたんで、5000円分毎月毎月給料天引きで買ってたと。5000買うと1250円会社がね負担してくれるんですよ。なんで合計6250円分会社の株を買う風に回っていくと。めちゃくちゃですね、金利のいい貯金してたみたいな感覚でやってましたけども、多い時期で毎月2万円買ってたかな。会社の株価が自分が安いと判断する時には買いを厚くして、高いなと思った時にはね下げるみたいなことを一応ねやってたんですけど、会社辞めましたけど株はねまだねちょっとだけね残ってるんですよ、持ってるんですよ。なんで一応株主になってます。で4番目のね法定控除合計をね見ていくと、ポンと、ここは普通に強制的に抜かれるんであれですけど、で会社員時代はですね、もう毎月毎月こう自動的に抜かれるじゃないですか、天引きされるんで、なんとも思ってなかったんですけども、ね、辞めた後ですよ、まあ、フリーランスとしてずっとね YouTube やってましたけど、これね国民年金と僕は、ね、健康保険は任意継続をしました。それを払い、自分で直接毎回も払いに行くんですけど、めちゃくちゃ高く感じますね。あと所得税はその辞めた前年の年収に対してかかるんで、まだ来てないけど多分来るんですよ。結構ねゾッとするっていうか、すごい税金やっぱ高いなっていうのを、ね、辞めてから感じてます。はい、で最後ですね、一番下の勤務内容その他を見ていくと、労働時間と残業時間、出勤した日数、休んだ日数、有給残とかが確認できると。この月の残業時間は24時間ぐらいでしたね。ちょっと多いんじゃないかなってとこですかね。店長の時は毎月20時間ぐらいを平均に残業してましたかね。ちなみにですね、サービス残業とか僕1分たりともしてないです。これはもうきっちりやってます。はい、というわけで、まあ、そんな感じですね。で店長の等級レベルみたいなのがね 1,2,3 ってあるって最初言ったと思うんですけど、これね1も2も3もねそんなに給料変わった気がしてないんですよ、まあ、なので大体ほぼほぼこれぐらいの給料を6年店長したんで、6年間もらってたっていうところですね。はい、で明日の動画ではですね、この1年前ですね、そのエリアマネージャーやってた当時の月収公開をしていこうと思います。よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。よいしょ。